米国女子ツアーの最終戦シカゴマーカンタイル取引所グループツアー選手権が開幕した長いシーズンも今週をもって終了する先週までのシカゴマーカンタイル取引所グローブポイントランキング上位60人が優勝賞金200万ドルをかけた4日間予選落ちなしでぶつかり合う日本勢は4人が出場今季優勝を遂げている畑岡奈里古江彩香 そして、佐藤ゆかと渋野ひな子も参戦。日本勢初の年間女王大会へ、現地時間午前10時にトップバッターとして渋野ガキオフする。昨年大会では優勝した子、ジンヨンと激しいデッドヒートを繰り広げ、惜しくも一打サニーに終わった畑岡。ルーキーシーズンながら優勝を遂げた古江。飛距離と小技を生かした佐藤らの活躍に期待だ。 前週までのポイントはリセットされ、今週の勝者がポイントイレースの年間女王となる。白熱の展開から目が離せない。渋野がハマって優勝しないかな。せめて10位以内で頑張ってほしい。期待してるけど、キャディがマネージャーって期待値かなり下がるんだよね。米国女子ツアーの最終戦シカゴマーカンタイル取引所グループ。ツアー選手権は第2。 ラウンドがスタート。現地時間午前7時50分に、第1組目がコースへと飛び出していった。先週までのシカゴマーカンタイル取引所グローブポイントランキング上位60人が、優勝賞金200万ドルをかけて、4日間予選落ちなしでぶつかりや、日本勢の先陣を切るのは、日本時間後50、40分スタートの誘いか、ツアールーキーのチェ、ヘジンとともに、 3オーバー54位タイからの巻き返しを図る。初日にオーバー48位タイ派進の渋野ひな子は、今季ツアー初優勝を挙げたマヤ、スタークと午後10時40分にキオフを迎える。大爆発で急浮上を狙いたいところ、古江彩香は午後23時30分から、畑岡奈紗は翌19日午前1時からのスタート、昨年大会では、 優勝した子。ジンヨンと熱戦を繰り広げ、惜しくも1打サニーに終わった畑岡。7アンダーでトップに立つリディア、ことは5打差がついているが、バーディラッシュで猛追と行きたい。前週までのポイントはリセットされ、今週の勝者がポイントイレースの年間女王となる。渋野さん、1番バーディスタート。今日は思い切り暴れて伸ばしてください。 昨日のヤフコメはあまりにもひどかった。伸ばせ。頑張れ。渋野ひな子。佐生さんは3ホールで5オーバー。心配です。頑張れ。あのね。2番で早速3パット。まったく、この人は学習能力があるのかね。頑張れ。頑張って。渋ちゃん。タバタナキット。佐ブハイ メジャー優勝経験者が位に沈んでるんだけど。ノロイカ、ヒナッチ、ナイスバーディ、17日、米女子ゴルフ、シカゴマーカンタイル、取引所グループツアー選手権第1日、米フロリダ州、ティブロンゴルフクラブ、渋野ヒナコサントリーは1バーディ、3ボギーの74、2オーバーで48位発進だった。首位まで9打差。 4人出ている日本勢のトップは、畑岡奈サービームコンサルティングで2アンダーの15位、古江彩香富士通はイーブンで35位、佐藤由香は3オーバーで54位、リディア・コが7アンダーでトップに立った。今期のポイントランク上位者ら60人が出場し、4日間予選カットなしで戦う。本当に何してたんだろうっていう1日。 パターも入らなければ、アプローチもよらない。ショットも引っ掛けばかり。すごい残念です。渋野は前日、調子がいいと言っていただけに、いきなり急打差がついた初日にがっくりだった。立ち上がりから1パットでしのぐパーを2ホール続け、3番でついに我慢しきれずボギーが先行した。8番パー3で2メートルにつけてバーディーにしたが、後半はチャンスがなかった。 全ホールでフェアウェイを捉えたが、二打目以降はミスの連続というチグハグな内容だった。ドライバーはすごくいい感じで触れているのに、それ以降のすべてが本当に良くない。今から練習する、原因究明する。幸いにも今大会は4日間を戦うことができる。巻き返しのチャンスは残っている。中日スポーツ。 本当に情けない結果だが、ティーアップしてないフェアウェイからの今のスイング横振りショットでは、安定感ないから無理だろうに、アマから見てもわかるはずだがな。バーディが取れない理由は、二打目からの横振りスイングが理由だよ。誰もそんなスイングしてないだろう。トップ選手を観察すれば良いはず。このままのスイングをしていくなら来年は、シードは無理だな。 せめてアプローチ、バンカー、パターが良ければいいが、全然良くないし見ていられない。支部のファンとしては、解決策をオフに徹底追求しないと、スポンサーやファンから見放されるよ。トティオの参戦の時に、ババプロがテレビの解説で言ってた。左足下がりのショットを徹底的に練習すべき、つま先下がりと左足下がりで、 今のスイングなら方向性が安定するはずもなく、持って生まれた体幹の強さで何とかなっているのが現状。頼むから石川プロのチームから離れて、今一度スイング見直してください。渋野さん、インビーパークか好きだそうですが、インビーのスイングやゴルフの内容は全く違います。今のスイングを修正し、メンタル、マネジメント、ショット、 アプローチ、バッティング等、すべての面に一からやり直して。2. 本女子プロゴルフ協会ツアーのメンバーとして頑張ってください。他人のアドバイスを聞き入れることも自分を大きくさせますよ。まずは、スイング改造から。試合中に色々言わない方がいいよ。少し口数を少なくして、試合に集中したら、ペラペラリップサービス過剰すぎる。今のままでいけば、 来年はもっとひどい状況に追い込まれるぞ。人気も若い時だけで。勝てなくなったら誰も見向きもしなくなるぞ。当然スポンサーも離れて、最後は惨めな結果なるぞ。賞金王になって勝てなくなって、表舞台から消えていった女子プロがいたな。とにかく、目先の勝負だけに集中してプレイしろ。毎度毎度の同じコメント。セカンドで方向性。 距離を合わせることができないのでスコアは作れない。尊敬していると言っているパクインビのスイングは、トップを高く身体の回転で力まず打っている。なぜ、参考にしないのか、多分何か勘違いしているのだろう。ファンとしては、これこそが残念で仕方ない。石川、りにアドバイスを受けていて、同じようなシャロー気味のスイング。最近、石川、 優勝したが、ここ数年は不調が続いてた。これが、渋野の乱調の原因だと思う。青木コーチと行っていたスイングにもう一度立ち返らないとだ、メダロ。ゴルフに大切なメンタルも技術も何もない選手に期待するのが間違いですね。実力を考えれば、スアー選手権に出場してるのが奇跡みたいなものなんだから。ワウワウの日本人選手専用カメラの2日目。 の予定表から、佐藤の名前がなくなった。二日目支部のも落とすと同じ運命になってしまうので少なくともいい分、まで戻してもらいたい。スイング改造が全てだったね。今のままじゃゴルフ人生終わっちゃうよ。いいコーチつけて一から出直してください。